この子の素晴らしさが、ほら、うわぁ、ほら、わかります？これ、すごい。中島ブロイラー、ちょっと行こうかなと思います。絶大なね、人気を誇るんです。またこれ家帰ってね、開けようかなと思います。今日来てるとこはね、岡山から津山に行く53号線沿いにあるね、中島ブロイラーちょっと行こうかなと思います。結構ね、鶏串とかね、そのローストチキンとかね、そういうのがね結構、有名ということで、結構ね話題なんですよね。で、基本的には予約しないと買えないっていう品物もあるほど、絶大なね、人気を誇るんです。で、今日はね、まあ来たわけですけど、まあ予算1000円以内で、どんな感じで買えるかっていうのをね、皆さんにちょっとお届けできたらなと、思いますね。はい、それではね、YouTube 始まります。で、これ丸焼きのやつを500円ぐらいの、はい、はい、お願いします。肉の質が2種類ありますが、どっちでもいいですか？2種類ってどんな感じなんですか？あっさりして食べるとこの多い胸か脂の乗った足です。じゃあ脂の乗った方で、はい、お座り足を入れます。はい、お願いします。というわけでね、こういう感じで、買いました。またこれ家帰ってね、開けようかなと思います。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、中島ブロイラーさんで買った、鶏肉をね、これから開けたいなと思います。開けさせてもらいます。よし、はい、これね、肉団子見てください。これ一つね、一パックが、300円ということですね。塩かな、塩系の300円ということになってます。はい、でこちらが、鶏のももになります。これもね、多分グラム売りでだいたい500円ぐらいですね。けど、まあ、比較的これサイズのちっちゃい、感じだったんで、まあだいたい200円ぐらいですね。これだけで200円です。本当はもっと大きいんですけど、200円ぐらいです。はい、
ハート型ですね、綺麗に。はい、これちょっとね、いただこうかなと思います。コーラで、明日朝早いんで、ちょっと今日コーラでいただきます。よいしょ。鶏から、鶏の肉団子から、ちょっと。こんな感じです、ちょっと。なんか、いい香りがしますね、これ。見てください、これ。あ、おいしい、これ。すごい。いい味してます、これ。これと、うまい。もう肉がね、ぎっしり詰まってんすよ。こういう感じだと結構肉汁というか、ねえ、ほら、見てください。これ玉ねぎもね、入ってますね、これ。じゃあ、次行ってみましょうかね。すごい気になるんですけど。この手袋つけてる理由もこれなんですよね。ちょっと手が汚れないためにというか、もうそのまんま行くみたいなね。これです。こういう感じです。柔らかいです、非常にね。うん。うん。美味しいこれ。ご飯が欲しくなります。いただきます。うん、うん、おいしい。もうそのままでいただきます。うん、おいしい、これ。ヘルシーな感じで、うん、あ、美味しい。もう一本いただきます。よし、いただきます。うん、美味しい。うん、これがね、結構ね、食べやすいし、なんか味がしっかりしてるから、これ好きかな、結構。300円。うん。足。もうこれ確実に手で食べないといけないんで。よし。よいしょ。ビニール、この袋越しにね、でもいいんですけど、これお伝えすることできないね、この素晴らしさが。ほら、見てください、これすごい柔らかいです、これ。うわー、ほら、わかります、これ。すごい、しっかり胡椒も入って。これちょっといただきます。あー、美味しいやつ、これ。いい音してます、これ。よし。うん、おいしい。うん、はい、というわけで、ご視聴お疲れ様でした。今日はね、長島ブロイラーさんの、鶏肉をね、買って食べてみました。ぜひね、皆さんも機会ありましたら、行ってみてください。はい、それではね、スピチューブ失礼します。ありがとうございました。それでは。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。